M A ヘッドライン M C のダーリン派に長島です。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。シンガーソングライターの根梨さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願い,いたします。この番組は根梨さん初登場ということでございまして、はい、まあニューアルバム「はい、Found in Tokyo、はいまあ」こちらの話と、はいまあ、根梨さんの音楽的なバックグラウンドの話、はい、いろいろ伺っていきたいなと思うんですけども、はい、まずはですね、あのソロシンガーでプロデューサーの広末さんのソロプロジェクトということで。はい あのねなすさんとこう弘明さんっていうのは、こみ分けといいますか。はい、それは明確には、ご自身の中で、なんか決まり事と,とかスたート。そうですね。最初スタートした時は、まあその。まあねなしっていうの、かく、顔を隠して、スタートしてたんですけど、はい、で。うん、ええー、まあ三度目もそうですけど、基本的には全部英語で曲を作るっていう感じで。はい、まあ、なんだろうな。日本人っていうのはわからない感じで、スタートさせてもらったんですね。うん、で、えー、なので、まあどっちかというと、その洋楽テイストの。 曲が多くて、で弘明のものはあの日本語で歌うことも多かったのでな,るほどなので、まあ、そのちゃんぽんスタイルだったのが弘明で根無しは、まあ、どちらかというと英語とあともうちょっとサウンド面が、まあ、より洋楽っぽい感じかなっていうところのまあ住み分けっていうほどの住み分けではないと思うんですけど、はいまあ、なんとなく自分の中ではなんかこうちょっと。 違うかなっていう感じで分けてスタートをしてます。なるほど。この名前も根なしさんの根なしっていうのは、いわゆるその根なしの草とかそういうところから来ている。そのこのマインドというか、その言葉選ばれた理由っていうのは何ですか。これはえっとまあ僕は所属しているレーベルのオリガムプロダクションズっていうレーベルがあって、まあこの番組にも関口慎吾とかおばるかとか出られたっていう話なんですけれども、えっとまあそのスタッフとかとあといろいろ話してて、まあもともとヒロアキっていうかまあ個人としても あの海外で義時、えー、育ったりとかあとあの旅行だったりいろいろ普通になんうんですか知り合いに知り合いのミュージシャンに会いにブラジルに行くとか,なんか,まあなんかそういうのがもともと好きだったんですね。でそういうところがあってで、まあ、スタッフもなんか「いやまあなんか弘明ってちょっとねらし草っぽいよね」みたいなっていう<ー>なんかこう放浪してるというかふわふわしてるというかっていうところから始まってじゃあなんかそういう名前 のプロジェクトにしてみたらどうかなっていうのが、まあ、2018年とかぐらいですかね<ー>ぐらいに、まあ、もうちょっと前かな、うん、67年くらいなんかそういう、まあ、構想があってっていう感じですかね。なるほど、はい、こう割とその日本っていう拠点というよりは、はい、割とそのオーバーグラウンドな感じというかそうっすねまあなんか、はい、どこに行っても、まあ本当さっきも言ったんですけどアメリカだったんですよ幼少期は。うんうんうん なので,、えー、でまあここぐらいのタイミングで帰ってきたんですけどなのでそこからまあなんか、うん、もうその当時からそういうマインドで多分なんだろう音楽の選び方もそうだし、まあ、文化もそうだしまあなんか人種とかなんか言葉も超えてみたいなっていうのはもともとあったのでう、はい、そういうのあったかもしれない、ね、なるほど根那、はい、さんの中でまあ弘明さんと根那さんの中で、はいはい、曲のこの作り方の違いとかってあるんですかその あると思います、うん、やっぱなんか自分で全部曲一人で作るパターンとコラボしたりとかっていうので考えると、まあ、根梨の方がコラボする機会は多いのかなともちょっと思うんでうんなんかそういう意味では僕だけじゃで発信したものではなくて、まあ、そのフィーチャリングした相手のからもらったアイデアをよりなんかこう増幅させたりもありますしまあスタッフともちょっと話してなんか今。 こういうい感じにやってみたらどうかなみたいなっていうので「<ー>あ確かにそれかっこいいですね」みたいのでなんかちょっと作ってみて、うん、まあそこから話が広がるってパターンもあるんで、うん、なんかもうちょっと「広ロザ・広ロの曲でだけですってなったらもうちょっとパーソナルなあの面もあるお強いかなと思うんですけど目な,な,、はい、なしだともうちょっとまあ何ですかねまあうう歌詞は自分で書いてるんでパーソナルなんですけどなんかその音楽的にはもうちょっと広い。 センスなななのかかっていいう感じはあるかもしれないですね、はい、音楽的な体験でいうと、はい、まあ幼少期の頃はどういった音楽に影響されてたんですか、はい、そうですねでもあのそれこそアメリカに行く前とかは普通に日本のポップスとかも聞いてましたし、うんはい、であのまあんだろう、まあんりさんとかそういうものとかもうん、うん ななんとく聞いてたと思うんですけど、はい、あただまあそのアンリーさんとかも一時期ジャネット・ジャクソンみたいな感じのことをやってたりする時期もあったので、うん、なんかそれでなんだろうなアメリカに行ってまた一時帰国してで日本でなんか CD とかカセットとかなんかいろいろ見てる時にアンリーさんとかも見てあなんかそのしなんだろうなかっこいいって思ってることは似てる似てるって言ったら変だろうなんかそのやりたいことはそういうことなのかなっていうような感じでも聞いてましたし。あなるほどでアメリカ住んでからは やっぱもうほんといろんな音楽、まあ、MTV とか,なんかそういうまあ音楽番組だったりとかがあったり、はい、あとそうですねなので本当いろんなジャンルにこう、まあ、肌で触れるというかもあったと思いますね <laughs> 教会に行ってみたりとかそれでゴスペルちょっとなんうんですか一緒に歌ってみたりとか,、えー、なんかそういうのもあの体験としてやらせてもらってたところはあると思うんで。<laughs> はい いろいろあったと思いますね。結構いろんなこうジャンルの音楽こうに接することが多分多かったと思うんですけど、ね、はい、一番こう自分にフィットしたはいジャンルとかアーティストとかっていうのはなんか思い出すと、どうですかね。でも最初やっぱりすごいなと思ったらやっぱりマイケルジャクソンとかすごいなってもちろん思ってましたし、でまあ彼はまあキングオブポップスって言われてますけど、まあその中でもまあなんかやっぱブラックミュージックソウルミュージックを経ての マイケルジャクソンっていうもともとジャクソン5だったりとかっていうところはまあ後から知りますけどなんかそういう意味ではポップスって言われてるけどなんか僕の中でのポップスっていってもちょっとそのまあブラックオリエンテッドミュージックっていうかそのまあブラックミュージックっていうか、うん、まあジャズだったりヒップホップだったりソウル、まあ、ランドビ b っていうのがまあ根底にあって。 っていうのにが、のにがやっぱ影響は強かったんじゃないかなと思います。先ほどあのゴスペルにも参加されたりとおっしゃっておりましたけれども、はい、あのー、マーチングバンドでアルトサックスを担当された時期もあると、はい。そうですね。もう本当最初アメリカ住んだのが2年生ぐらいだと思うんですけど、はい、の隣の家に住んでた。うん 男の子がいてで彼も同いい年ぐらいだったのかなで彼もアルトサックスやってて<ー>でそれまで楽器とかもちろん、ね、日本の小学校でリコーダーとかはあったかもしれないですけど、うん、あの触れたことなくてちゃんとそういう何て言うんですかバンドだったりとかっていうのは参加したことなかったんですけど、はいまあ、彼がやってるのを聞いてあなんかこれ学校でもできんだよって話を聞いてであの向こうの教育っていうかまあその時間割って毎日同じなんですけど<ー>で月。 か水木金で,で1弦目は何々2弦目は何々みたいな感じで,で、まあ、3弦目は英語だったらもう毎日英語が3弦目みたいな感じで,で6弦目がそのバンドプラクティスっていうかそのブラスバンドみたいなのがあったんですけど、はいうん、でそこで初めてマサックス、まあ、その時は借りてたのかなをやらせてもらってでそこからハマって、えー、最初ブラスバンドで,でロスにあの引っ越してからマチグバンドも。 そのブラスバンドがやるっていうなんかフォーマットになっててなのであのよく言うアメフトの試合のハーフタイムショーみたいなのあるじゃないですかとかもあの制服っていうかユニフォーム着てみんなでこんなんなってやったりしてそれ,とそれの一環でそのえっとローズボールっていうまあローズパレードかっていうのがあるんですけどでそのパレードとかにもみんなで参加させてもらったりっていうのは,はいありましたね。はい そのアルトサックス以降のその楽器また違うものに変遷したとかってあった、はいまあ ?8 歳とか9歳ぐらいにサックス始めてるんですけどそれと同じタイミングぐらいであのピアノもちょっと始めたんだと思いますあ<ー>でもあのそれは本当1年くらいで何かやめ先生に就くっていうのはやめちゃったんですけどでもなんかそういう発表会みたいなのの写真とかはちょっと残ってたりするんで、えー、その当時多分。 まあ10歳ぐらいかなとかに1年間やってその後はまあ何ですかねまあ自分で帰ってきてからまあ日本に帰ってきてからあなんか歌って楽しいなとかそれまでなんかこう歌いたいなとかっていう欲はそんなになかったんですけど多分。で日本に帰ってきてカラオケ文化によりなん言うか思春期であのハマるようになってでそこから歌をちゃんと歌うようになったのかな まあなんか一人で歌うっていうかそのゴスペルとかだとまたちょっと違うと思うんですけどかなでそれ以外の楽器はもう本当大人になってからちょっとまたちょっと触ったりするようになったぐらいですけど今日本に帰国された時のお話をされておりましたけども、はい、まあ高校大学時にバンドやユニット、はい、こちら参加されたということですけども、はい、学生時代どのようなバンドユニットだったんですか <laughs> いやー何やってたかな高高校校のの途中で帰ってきたんでで帰きんすけど時もその文化祭で ライブコンテストみたいなのあるじゃないですか<お>まあったんですけど、はいはい、それも一応音源とか送って一応審査みたいなのがある感じだったんですけど、うん、で同じクラスにすごい小室哲哉さんに影響を受けてる、うんえー、キーボーディスト兼トラックメーカーみたいな人がいたのと、はいはい、あととにかく早弾きが好きっていうギタリストがいてそういうい時期ですよね <laughs> でその3人で、うん、t m ネットワークみたいな感じのだから僕は。あの 宇都,宮さん宇都宮さん役,と,役というか、はい、みたいな感じでそういう当時流行ってたちょっとそういうビーイング系というかの音楽のカバーもちょっとしたりとか、うん、でもやっぱ洋楽育ちではあったんで<ー>なんかオリジナル描く描こうっつって書いたんですけどそれも英語で書いたりとかして、うん、なのでなんかも不思議な編成っちゃ不思議な編成かもしれないですけど、はい、まあなんかそのトラックっていうか桶、OK、を出しながら歌ってギターと鍵盤がいるみたいなっていう。 のが高校あとまあ大学時代ちょっとぐらいもそうだったかなあとその後もあの全然弘明ともまた違う活動でいつぐらいからこのご自身で、はい、まあ歌でやっていこうとプロを目指そうっていうふうに心変わりしたってタイミングはいつなんですか いやで二十歳とかぐらいじゃないですかねその頃から歌は好きでそのバンド活動とかも,もちろんしてましたけど、うん、まあ大学行ってたんですけど大学のまあみんな就活とかし始めるじゃないですかはい、はい、でなんかまあそれなりになんかみんないい企業に勤めそうな大学に入ってたっていうのも言い方変だけど <laughs> なんかみんな賢そうだったんですよねでなんかそれでどん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 そういう就活とかしてって。で しないのみたいになって「はい、いやちょっと俺勉強したいことがあって」みたいななんかポロッとなんかい,いかにもその何ですか公認会計士とかなんかそういうふうな手をにわせておいて実はそういうレッスンに通ってたみたいな,あなるほどっていうので,でゼミとかの先生とかにも「なんかお前どうすんだ」みたいな話とかされたら「いやちょっと僕はえっと。 音楽やちゃんと言ったらなんか「おお <laughs> そうか」みたいな感じで「いやでもお前の英語力なら惜しいな」みたいな,なんかそういう,うん,なんか感じのことも言われましたし、まあ、両親とかにもなんか手紙みたいの書きましたけ、ねえー、僕は高校校で高校こうこうこうなんでなんか大学まだ入れてくれてありがとうございましたけど音楽の道を」みたいな感じの手紙を書いたと思います。えーはい、で返事くれ だと思いますね。ああ、なるほど。だから、まあ、ちょっと真面目なのかもしれないけど。でも、頑張れよみたいな。ああ、まあ、そうですね。背中押してもらう感じで。そうなら、やれみたいな感じだったと思いますね。うん。はい。なるほど。そして、まあ、その時期といいますか、まあ、プロ目指した。目指し始めたぐらいの時に。まあ、トラックも多分、曲もたくさん作られたと思うんですけど。全部、あの、英歌詞でもう最初から。ええ、どうだったかな、なんか、でも。 鼻歌歌う時でそうこうなんかフンフンフン歌いながら作っていくと、はい、なんかそれをこう当てはめようとするとやっぱり英語の方がが自然に作れちゃう時が多かったんですねでそれで、まあ、いろんなその「弘、えっとまあ、明」っていう活動をし始めた時も英語で書いてたんですけど、はい、やっぱり、まあ、周りの見てくださる人とかに「まあ、日本語で書いたら?」 っっていう,ふうに言われることも多かったり<ー>あとはまあその自分で書いてない時期もその大学卒業後ぐらいは本当そのバンドっていうかユニットに参加してたので <laughs> もっとりあえず歌詞を書けばいいっていう感じで,、はい、でそういう時はもうなんかまあバンドメンバーも別に英語だけじゃなくて日本語で書いたらみたいな風なのもあったんで<ー>なのでもう本当自然とその何て言うんですかクロスオーバーっていうかちゃんぽんスタイルっていうかは生まれてたので <laughs> まあなんかあんまりどっちで書き 書かなきゃなっていうのはなかったかもしれないですね。<ー>はい当初は、はい。まあそれこそ宇多田ひかるさんとかまあなんだ M フローとかが出てた時期とか、はい、なんかそういうなんつうんですかクロスオーバーしてるスタイルがまあ普通な時もあったので、うん、あじゃあそういうのもありかなって言ってなんかうんやってた気がします。なるほど。はい、そして音楽活動をまあされつつ2004年にですよ。はい。ヒ、は、ロ、い、さんがセサミストリート日本版でコンビニのお兄さん役。<laughs> はい。 <laughs> これ結構な経歴ですけどこれどういうタイミングでこの「セサミストリート」の、はい、これはもともと NHK とかで30年くらいその副音声で日本語を当ててっていうので、はい、アメリカの番組を、えーま、NHK で放送してるっていう感じだったと思うんですけど、はい、で,でも「そのセサミストリート」って、まあ、アメリカの番組なんですけど、うん、元を正すとあの元の概念みたいのって、はい、そのセサミストリートがこう。 赤道みたいな感じでいろんな国を通ってるっていうイメージで作ってるみたいで例えばドイツに行ったらセサミストラッセっていう番組だったりとかあと中国,中国だと「ゴマ通り」みたいななんかその国々の名前が付いててで南アフリカはセサミストリートっていう名前なんだけどその国とか文化のを取り込んだキャラクターだったりモンスターが出てるのでまあその。 南アフリカとかだと HIV に感染してるっていう設定のモンスターがいたりとか<ー>なんかそういうちょっと<ー>なんだろうな普通だとちょっと敬遠しがちな感じのものっていうか、うん、っていうのを、うん、まあ作るのが元々の概念だったみたいなので、はい、なので日本でそのままにアメリカのやつを使うってよりかは日本のものを作ってほしいみたいなっていうところから始まったみたいで,、はい、で当時はまあまた別の曲だったんですけどで,でもやっぱりその英語の番組だっていう認識がどうしてもある 何かそこでそのモンスターではなくて、まあ、人間のキャラクターで英語を話せる人っていうのをまあ探そうっていうのでもう何時オーディションかな6時オーディションぐらいなんかも最初の書類から、はい、あと、まあ、演技とか歌とかダンスとかやって英語の,あのテストとかもあって、うん、で子どもたちとどんだけ何て言うんですかインタラクトできるかみたいなっていう。うん なんだろうそういうオーディションオーディションっていうかまあなんか審査みたいのもあってはい、はいね、そこではいあの残って <laughs> まあ僕も見てて育ったので、はい、そういう意味ではもうほんかやりたいなってもちろん思いつつ、まあ、当時もそのバンドをやってたので、うん、まあそのバンドの活動とどうやって並行していこうかなっていうのもあの考えてましたけどでもまあそのうまく当時所属していた事務所とかがまあなんかいろいろ。 まあじゃあこういうふうにやってみたらみたいな感じでまあうまくバランス取ってやってくれてもう本当このままっていうかヒロお兄さんでコンビニ日本だとやっぱコンビニがどこでもあるとかあとやっぱ自然が豊かとかというのをまあメインのテーマにモンスターと人間たちがえまあストリートでこうわちゃわちゃするみたいな。僕はそそののコンビニの店員だったんでここにこう みんん、ん、ながこう来て、「おお兄さん兄ささ今日はね!」みたいな感じでやってきて「<laughs> <laughs> どうしたのエルモン」とか「どうしたのクッキーモンスター」みたいな感じでこうなんか発揮、えー、仕事をしながらこうあの「じゃあ大変だねじゃあこういうことやってみたら」みたいなこうちょっと大人的な立場なんだけど,あど、はい、まあでも設定は多分20代前半の,あのまあ大学生とかあのフリーターのバイトみたいな感じの設定だったのでもちろん僕が。 解決できない問題とかも。まあ、みんなで、なんか、ちを合わせてやろうよとか、なんか、そういう。<ー>なんか、まあ、そういう教育、教育なのかな、なんか、まあ、ちょっと道徳的なところもあったと思うんですけど。の、まあ、一員を三年間ぐらいですかね。ええ<ー>。うん、すごい経験ですよね。<laughs> そうですね、うん、もう、本当に、あの。撮影現場とかも、なんだろうな。そういうドラマの現場とかも、もちろん、あの。 ちょっと何のぞきに入ったりとか、まあ、ちょい役でなんか出たりっていう時期もあったんですけど、はい、なんかそういうのと比べるともうなんか、まあ、やっぱり子供番組を作ってるんでもうとにかく明るいというかうん,、うん、なんかまあもちろんなんうんですかこれちょっとやり直そうとかっていう意味でのなんだろうちょっと殺伐とした瞬間とかも,もちろんあると思うんですけど、はい、基本的にはもう和やかで、うん、でアメリカのスタジオも見学させてもらったりして<ー>もうなんかもうみんな超ハッピーでもうなんかやっぱ。 こういう番組を作るためにはこういう空気感っていうかがやっぱ必要なのかなと思ってなんかすごい勉強にもなりましたし自分もなんかあんまりまあもちろんシリアスには取り込みますけどみたいなところはあったかなと思いますそして音楽活動もまあ並行してやられている中で2010年には弘明さんのファーストアルバム「ヒログリフィックス、はいはい」こちらリリースされましたけども、はい。 こうファーストアルバムだというこやっぱり「ひろあき」っていう名前をそれは自分でつけて、えー、まあ何だろうその「セサミストリート」も終わった後に、はい、まに改めてどういう音楽をやりたいんだろうなっていうところから始まって、うん、でそこでまあ日本語でも書いたし英語でも書いたしちゃんぽんスタイルもあったしでそこら辺からやった自分のその。 まあソウルミュージックとかランビ b とかヒップホップが好きだっていうののなんだろうな、まあ、がちょっとずつ色濃く出てきてるのかなと思ったんですよね、はい、でそれはやっぱう嬉しかったっすねなんかやっぱ自分のソロであこうやって認めてくれる人もいるんだなっていうところもあったので、うんうん、なんか、まあ、それ以前にもそのバンドでだったりグループでだったりセサミストリートでだったりもその企画版で CD 出したりとかあるじゃないですか。はい DVD も出してましたけどまたそういういそれとはまた違う意味で自分の表現、まあ、より自分だけの表現みたいな感じなところもあったので、うん、それはそれで本当にうんなんかあいよいよ来たなっていう感じはありましたけど。<ー>はい、なるほど。 そこら辺からそのサンプラーやキーボードを駆使したパフォーマンスというか、はい、そういうのは結構固まってきたっていう時期でもあったわけですか、ね、いやーどうですかねなんかそのインスタライブとかあとまあそのいろんななんうんですか東京ではないエリアに、はい、あのライブ CD をの何て言う,うんですかそういうのって反則みたいなに行く時に全部生演奏でやりたいっていうふうに思ってたわけじゃなかったので、はい、なんか当時は。 その CDJ とかで CD をそのカラオケみたいな状態にしといてそれにまあ歌とあとなんか鍵盤とかをちょっと抜いた状態の CD を作ってで CD からポン出しして歌ってたんですよな。なのでサンプラーっていうよりかは CDJ とちっちゃい鍵盤とかを持ってってたのかなっていう感じでやってましたね。あのー その時も自分の一人だけではなくてコラボしてあのトラック作ってもらったりっていう人ももちろんいたので,、はい、でその人の良さも出したいと思うとやっぱりそのトラックもかけたいなっていうのがあったので、はい、なのでそういう意味で、えーまあ、CDJ& キーボードスタイルが始まって、はい、で、まあ、サンプラーに徐々に徐々に変わっていったっていう感じですかね。 テレビドラマ僕たちがやりましたの劇中の中で流れた「カウントレスラブ」はいはい、こちらでねさんの、はい、ねなしさんの名義で使用された楽曲ということでございますがこちらはどういうタイミングで話がこれもそうですねだからそのぐらいかそのぐらいからねなしっていう活動をちょっと視野に入れてやってみようかみたいな感じでもちろんでもその、えっと、ドラマにみんなでその。 劇中かっていうんですか挿入歌みたいなものを、はい、あの折り紙プロダクションっていうレーベルのアーティストがまあ劇中歌だから30曲ぐらい全部だったと思うんですけどほほそういうサントラ系な感じで、まあ、例えば1分ちょっとこのシーンで使うとか2分このクライマックスで使うとかなんかそういうののためにみんなでこう曲を作り分けてて。 その中では広明で作曲した曲も使われてるんですけど、はい、まそれとは別でなんかちょっとメインテーマとはまた違う感じで、えー、やってみたらって言われてでじゃあそれはちょっと根なしでなんだろうこいつみたいなっていう風な感じに見せようかっていうところから始まってたんだと思いますね。なの、はい、ので2017年っっておっしゃらららられたからだかだそのぐらいから その根無しの構想としては。はははそこら辺が固まってったと思いますね。ほ他のアーティストの活動も積極的に参加されてるということでチャラさんとか加藤ミリアさんとかコラボレーションであったりプロデュースこれはでもかなり最近ですねう本当去年とかだと思うので2021年に根無しは広明であるっていう。 ア、まあ、イデンティティ沸かしたんですけど、はい、でそこら辺からあじゃあまあこういうサウンドでやってるんだったらちょっと何つうんですかプロデュース頼んでみようっていうのが少しずつ増えてきて去年たまたまほんとチャラさん、まあ、チャラさんはもともと同じレベルの「まばぬマだったり「カンサの」っていうあのアーティストがいるんですけど、はい、彼らともやってたりとかでミリアさんはまた別でなんかあの知ってくださってなんだろうそこでうん。 こんな曲あるかなとか、と、まあ、ちょっと曲とにくプロデュースしてくれないですかねみたいなっていうのがあって<ー>、はい、やり始めたんですけど、まあ、そのプロデュース系とかは本当2022年とか21年の後半ぐらいから始めたって感じなんで<ー>もう本当最近ですねそれより以前はもっと広ロとしていろんな人のなんだろうコーラスやったり、まあ、なんかフィーチャリングで参加したりっていう方が多かったかもしれません。<ー> さあそれではですね4月24日リリースのねなスさんのファーストアルバムはいはいファウンドイン東京についてお話を伺っていきたいと思いますけども、はい、2019年以降のシングルが8曲収録されておりますこれ値ナさんのそのシングルまあ8曲はいまあシングルジャケットの写真がすべてまあ砂ジャケットと言われている、はい、まあ一枚目はまあ砂漠ですかねそうですね砂丘陵というか丘のような ところから、はい、徐々に根那さんの横たわってる顔の側面なんじゃないかっていうのがぼやっと見えてくるっていう、はい、ところで今回の「ファンドイン東京」に着地するっていうそのジャケットの流れ、はい、その写真の流れっていうのはもともとこれでいこうっていう決めていたものそのまあ根那市のプロジェクトをスタートさせようっていうところで、まあ、それこそ20 2018年とか19年のちょっと手前ぐらいだと思うんですけどまあ「安心は撮ってこう」みたいになって。はい で撮ったにんかねみたいな話をしてなんかこう自分で写真遊んでたらなんかこう横にこう90度や回転して「あれなんかちょっとこれ砂漠ん?」みたいな「あれなんか山っぽ山いな」みたいなって話をして「あなんかそれ面白いかもね」みたいな。でもともとかそういう誰だろうねっていう感じでスタートさせたい気持ちがあったのでっていうので考えたらなんかそれがうまくマッチするかなと思ってなんかまあ徐々にその。 まあ、このアングルですけど <laughs>、まあ、砂がこうちょっとほどけていって顔が現れるっていうふうにしてみたらまあ面白いかもねっていうのはあったのでもう本当最初からそういうもうなんていうんですかそういうのってあの何て言うんですかだまし絵みたいな感じの、はいはい、スタートだったと思います。 砂のほかにしか見えないですよね最初はまあでラクダもつけてるつけてるはいだからラクダはどちらかというと後付けなんでけよりそう見せるようにねなるほどそして今回のアルバムですけどもさまざまな国のミュージシャンが参加しておりますけどもこれはもういろんな方と関わってどんどん作品作っていきたいなっていう気持ちとかっあったんですか えと曲とかでも、えー、ドイツに住んでるアメリカ人のプロデューサーと一緒に作ったりとかっていうのもあったので、はい、あれなんですけどあの、まあ、根なしのプロジェクトは「まあ、オリガムプロダクションズ」っていうのがあってあと「気分屋」っていうあの、まあ、トラックメーカー兼トランペッター吹いてるやつがいて、はい、で彼はアメリカ人なんですけどで彼と結構もう本当に「ああでもないこうでもない」ない言いながらなんか曲作ったり、まあ、僕が何か作ったものをちょっと。 やってくれたりみたみいななんかそういうい関係性があってでそれがあってそうですねまあでもフィーチャリングをいろいろお願いするっていうタイミングではそうですね、まあ、僕個人もこういう人に頼みたいっていうのもありましたし、まあ、レーベルからこういう人もいるからちょっと頼,め頼んでみようかみたいなっていうのもありましたしで僕がやっぱすごい。 尊敬しててるっていうか、まあ、知ってるけど自分からは直接コンタクト取れなかったりっていうような人にもアプローチしてくれたりとかもあったので<ー>まあそういう意味ではもう本当うんもちろんいろんな国の人とやりたいっていうのはありましたけど、うん、僕だけの力ではなくあの、まあ、スタッフがいろいろ働きかけてくれたところもあるかなと思いますこのタイトル「FundInTokyo」っいう,はどういう,こう意図で,で、はいはい、そうですねあのー もう本当東京で見つけてもらったっていう感じがちょっと近いなとは思うんですけどまあ東京生まれでではないんですよね海外幼少期育ってで帰ってきて弘明として活動してましたし、まあ、まあ今もしてますけど「そのまあ、セサミストリー出たりとかっていうのもありましたけど、うん、なんかそこで改めてこ,のこういう音楽をやりたいんだっていうのをまあ見つけてもらったっていうか、まあ、なんかこういう基盤軸でやってるんだっていうのを、うん。うん 見せたいなと思って、ああなるほど。でプラスいろんな海外の人とやってるので、まあそういう意味ではなんかまあ東京って言っていけばあ日本かなってついつまわってくれる人もいるかなと思って、うんうん、まあファンドイン東京にしましたね。なる、はいうん、さあそれでは、えー、アルバムの。 1> 曲一曲ずつ、お話をお<ー>。<laughs> <laughs> ここまでたっぷり聞いてきましたけども。はい、はい、お願いします。はい、一曲目ロストイントランスレーション。In はい。はい、こちら2019年3月リリースのデビューシングルということでございますけども。はい。はい。こちらどういった楽曲で。これは、でもやっぱアーランドビーの、なんかちょっとアルターナティブ感というか、うん。なんつうんですか。まあ、でもムーディーな曲ではあると思うんですけど、なんかちょっと。 夜明け感もあるし、何か始まるかなっていうスローな面もあるけど、ちょっと元気なところもあるのかなと思ってる楽曲ですね。えっとまあでも L.P. とかは結構サウンド面で重要視してるし、あと、うん、まあその気分やのトランペットが入ってきたりとかで、はい、よりムーディーなのかなと思います。うん、はい。うん、でまあなんか内容詩の内容としては、もう本当ロストイントランズレーションそのままなんですけど、はい、まあ英語で 喋れるというか、まあ会話することも多いんですけど。でも日本語でも会話できてで、それでその自分で訳してるって言うよりか、その言葉だけで喋ってると思うんですけど、それでうんとうまく意味が伝わらない時ってあると思うんですよね。はい、でも、それって同じ言語で話しててもそういう機会って多いじゃないですか。はい、同じ日本語同士で喋ってるのになんか伝わんなかったな。とか、何かそういうのを歌いたいなって思ったっていうか。う でまあそのロストイント n s l の曲でいうとあの恋愛の曲なんですけど、はいまあ、うまくいかなかったなっていうのを振り返ってる曲ですね。はい、そして2曲目「SayMyName」フィーチャリング第一山本さん。はいはい、こちら第一山本さんというのはどういうラッパーといいますか ういういやめちゃくちゃかっこいいですね、うん、あの京都在住だと思うんですけど、はいえっと、ジャマイカ人と日本人の、まあ、ミックスの方でなので、まあ、英語でもラップできるし日本語でもできるしっていうことで、うん、なんか、まあ、アンダーグラウンドの人からの、えー、っとプロップスっていうかそのサポートも強いですし、はい、今やもう本当大きなステージもやられてる人なので、うん、なのでそういう意味では是非、まあ、ご一緒したいなと思っててで、まあ、折り紙の。うん 他のアーティストともコラボしてる方だったので、はい、まあそういう意味ではちょっと近いところにもいるのかなと思ってはいオファーしたら、まあ、の快諾してくれたので、はい、どのようなやり取りで楽曲っていうのを制作していったんですかえっとこれは先にもうサビとか自分の平唄っていうか A メロはできてて、はい、で最初日本語で一回作ったんですよこの曲は珍しくなんですけどやっぱりまあ英語で。 ロッカーと思って英語で書き直して、うん、でそれを大地さんに送ってでそこから大地さんが、まあ「まあセイマイネームっていうサビを歌ってるんでそこからも、ま、じ、あ、ってっていうかンインスパイアしてくれて、まあ、ラップを書いてくれたっていう。はなるほど、はい、このタイトル「セイマイネームに込めた思いっていうのは、はい、そうですねこれもやっぱこれはどちらかというと友達だったり今なんか困ってる人に向けて歌いたいなと思ってて、まあ、やっぱどうしても。うん みんなふさぎ込んだりする時あると思うんでなんかそういう困った時はもう俺の名前呼んで電話してき,てきなよみたいなうん、うん、なんかそういうなんかフレンド的なな感じのはいうは強いかもしれないですね、うん、そして3曲目「スカーツ、はいはい」こちら、まあ、テーマが全ての愛ということで、はい、まあゴスペルのようなコーラースの印象的な楽曲ですけども。はい こちらどのようなイメージで作られた曲ですか。これも本当そうですね。なんかちょっとみんなで和気あいあいしながら、こう。盛り上がりたいし、みんなにちょっと手拍子もしてほしいし、うん、まあ、一緒に歌ってもらえるんだったら。歌ってもらいたいなっていう感じの。はい、はい、なんか元気がいい。感じの曲に、はいうん、したいなと思って作りました。うん、こうスカーズって、例えば傷であったりとかするじゃないですか。はいそうですね、はい、傷だと。はい、これまたどういったこう。 タイトルに込めた思いといとうかう、まあ、でもちょうどコロナの時に多分書いてたと思うんですけどん,なんかこういう、まあ、本当なんうんですかもうみんなが経験したことないような、えー、時,期時期っていうかまあ何て言うんですかもう事態というか、はい、を何とか乗り越えてでもそれも一つの傷,とし傷,だ傷には残ってるかもしれないけどうんでも乗り越えてるから、まあ、傷になってるっつ言ったら変だけどなんかそれも見返してこういう時期もあったなじゃないけど。 っていいいうに思えたらいいななんか勲章みたいな感じとかなったらいいかなと思って書いたんだと思いますね。はい、そして4曲目 Take me back、はい、こちらは「世界中を旅したい」ということがテーマ、はい、ということでございますけどもこちらはエジプトイスラエルといった中東を巡る中でインスパイアを受けたというふうにおっしゃっておりますけども、はい、これはもううともと失恋ソングで作ったんですけど、はい、気分屋が。 なんかいやこれはもっと元気な曲だから<ー>ちょっとそういうんじゃないみたいな話をしてそっかとか思ってじゃあどうしようかなと思って改めて、まあ、なんか前向きな感じで作りたいなと思って、うん、で幼少期の夢だったり幼少期感じてたことをちょっと歌いたいなっていうふうに思い直して、はい、でその当時からやっぱ、まあ、世界旅行とかしたいなみたいな海外いろんなとこ行きたいなって思ってたと思うんですよね。うん、なので そういうなんだろうな、うん、昔の夢を今歌ってその昔の自分をちょっと背中を押したいみたいなっていうような感じで作ってで2番はもう本当にイスラエルにイスラエルとエジ,エ,ジトエジプトに行ったんですけどでその時になんかあこの曲あちょっとこんな詞でもいいかもなみたいな思って<ー>はい。 来たし,しましたね。<ー>はい。これ現地に行って感じたインスパイアだと思います。うん、なんかもう本当やっぱどうしてもビザがないと入れない国とかもあるじゃないですか。はい、だけどそういうのもなくてなんかまあ本当国境を越えてみんな友達になれたらとか、まあ、君の街に行けたらいいなとか、うん、なんかそういうのが言いたかったなと思います、ね、<ー>はい。そして五、えー、曲目、Unlike Lee Soul Featuring。 フォードトリオ＆マイクラリードローはい、はい、こちらまあこうオリエンタルなそうですねイメージのサウンドになってきますけども、ねはい、こちらどういう楽曲になりますか、はい、これは軽快なのも本当ノリノリなビートで、うん、でだけどちょっとなんだろうなまあ確かにオリエンタルな音階というかサンプリングをしてやってるんですけども、うん、元々まあとあるあの CM 用にあの十五秒三十秒の トラックを作って,て、はい、でこれも一曲にしたら面白いんじゃないっていう話からあじゃあちょっと一曲に伸ばしてみようっていうことであの、まあ、広げてで自分で最初 A メロだったりサビを歌ってたんですけど、はいでまあ、だったらこんな人入れてみたらみたいなっていうので、まあ、ラッパー入れてみたらとかなんか自分の中でラッパー入れたいなって思ってたんですけどマイク・ラ、はいまあ、リー・ドローは、えー、そのニューヨークに。 えっと、2012年とか13年とかに長期滞在してた時期があるんですけど、はい、その時に知り合ってで彼がたまたままたちょっと連絡取り合うようになったんでなんかちょっと彼に頼んでみようかなって思って24小説とかだったかなをお願いして<ー>でフォードトリオはタイの、えっと、ファンクバンドなんですけど、うん、でも、はい、彼らも、まあ、折り紙とのつながりももちろんあってで結構親日家で東京だったり沖縄だったりでライブ 日本にしにし来てて<ー>でそこで同じイベントにたまたま出演する機会があって、はい、でそれで「あなんか面白いね」ってなってで、まあ、紹介してもらってでそこから「あなんかじゃあちょっと2番歌っちゃう」みたいになって<ー> <laughs> でお願いしたら快楽してくれてそれもタイで撮ってくれてデータをくれてって感じなんでなんかもうほんと全部そのこの曲に関してはめちゃくちゃリモ,リモートで全部。はいあの パズルをはめるような感じで作りましたそのなんかいろんな国の方と楽曲をちょっとどんどん作っていくっていう、はいはい、そうですねやっぱりどうしても時差だったりとかその距離感もあるので、はい、せーので作るっていうことは難しいかもしれないですけど、うん、まあそれが逆にこう「あこんなの来た面白い」みたいなっていう、うん、ちょっとワクワク感にもつながるのかなと思います。 はい、こちらに込めた思いといとうかこれはなんかもう本当この言葉を使いたいなって思ったんですよね、うん、なんか意味というよりかはなんか「この並びかっこよくない?」みたいな「はい、アンライクリソール」っていうタイトルよくねみたいな思っっで <laughs> <laughs> であったたい、はい、でそこから何かっていうのってどういうことかなっていうので自分の中で考えて、はい、でやっぱ「人は見かけによらずどうこう」みたいなっていう、うん、なんつうんですかあ,あるじゃないですか。はい、それに近い なと僕は思っててなんかあの人見かけによらずすごいハートがある人だよねとかなんかすごい思いやりがある人だよねみたいなっていうのとかなんかそのを逆に裏返すとその外見に何、えー、てうんですか頼らずというかその内なる美っていうものを訴えたいなって思っ,たっていうか、はい、でそれを三者三様で、まあ、タイの内なる美あとアメリカ。うん のうちなるびっていうのをなんか歌ってもらった感じですね。はい。そして六曲目ごなびグッドフィーチャリングジェイラ持ったスズメさん。はい。はい。こちらもなんかソウル風ルな歌声となんかミュージックビデオもすごく抜けが良いというか。<laughs> そうですね。<laughs> まあでもこれも本当にガナビーグッドってなんかまあこれからきっと良くなるよみたいなっていうようなテーマにしたかったので、うんはい、でこれは二千二十年の九月とかかなにリリースしたと思うんですけど。 でこれもすずめさんにフィーチャリングお願いしたのも、うん、それこそインスタの DM とかで、はい、あのメッセージを送って<ー>で「なんかちょっとこういう曲あるんだけど」つって、まあ、返事が返ってくるパターンと、まあ他にもいろんな方に送っても返事全くないとか、うん、返事があっても曲までにはいかないとか、まあ、いろいろあると思うんですよね、はいはい、でも彼女の場合はもともと親日家でその日本でもライブされてて「すずめ」って名前がついてるぐらいなんで。 あのまあ、自分でつけたらしいんですけど<ー>まあそれはそれでストーリーがあるみたいでなんかやっぱその日本が好きで,、うん、で日本の文化だったり日本に来ることが好きで、はい、っていうのがあって、えーまあ、僕が、えー、前オファーしたらあのやろうよってやってくれてでテーマ的にはやっぱちょうど歌詞を書いてたのがそれこそ2020年の夏とか、まあ、5月とかぐらいだと思うんで、うん、まあ本当コロナになった瞬間というかだったのでなんか。 まあちょっと前向きに無理やりでもいいから前向きな歌詞にしたいなっていうふうに思って学びに行くって絶対よくなるかなっていう感じに作って、うん、まあその PV もそういう感じに向けた感じになったのかなと思いますねかすずめさんもミュージックビデオにね出られてますけども、はいはい、あれは撮影的にはどこで撮いした、はい、で彼女の よく知るレコード屋さんがあるってことでそこで撮ってくれて送ってくれてでそれをまあこっちで編集したんですけど<ー>でその、まあ、イサイロに一昨年行ったんですけど、はい、その時に、まあ、スズメさんにも会いに行ってでその撮影現場になったところにもついて <laughs> <で>レコードショップにも、はい、行ってで何かあここはそうなんだみたいな感じでもう結構本当滞在期間中にもう23回ぐらいあって。 で彼女もそのイスラエルでのコンサートもあったので<ー>それも見学させてもらったりとかなのでもう本当なんか,もうかなり友達になって<ー>でちょうどその去年の今頃かな日本にもライブしに来るって言って日本にえ何公演かやられてたんですけど、はい、でその曲も彼女の公演でもやらせてもらったりしたのではな,るほどなので、はいまあ、今はちょっと、ね、なかなか簡単に渡航できる。 エリアじゃないかもしれないですけど、うん、でもなんだろうなそういう思いとしてはなんか、うん、変わらず持ち続けてるので、うん、なんか普通にインスタで DM して今、うん、今どうしてんのみたいな、えー、っていうのははいやったりしますね。なんか一曲はつなぐ縁がとても深くて、はい、なんか素晴らしいですね。いやでも本当スズメさんの人柄だと思います。はい。そして七曲目 B ビタビフィーチャリングワ、えー、ンシール from、はい フォーカスポーカス。はい。はい。こちら楽曲、まあ、フランスのラップがやっぱり。印象的だなって。曲の中で。はい。ありがとうございます。これは初めてフィーチャリングをお願いした。曲なんですけど。うんはい、ええー、まあ、ファンシール。あとフォーカスフォーカスはそのオーバル。ってバンドと、もともと結構仲が良くて。はい。で、オーバルとも。あの、ツアーやったりとか、対バンしたりとか。うん。ええー、してたので。うん なんかそういったところから、まあ、僕ももちろん見てましたしで、まあ、フランスでいうと結構国民的なスターーというか国民的なななラッパーなんですよね、うんはい、なので、まあ、それで、まあ、折り紙通してあのオファーしてくれてなので何かこうどうしても自分の中で最初はやっぱえ英語圏のラッパーをとか英語圏のシンガーをみたいな感じで思ってたんですけど。はい でもそうじゃなくてやっぱ根無しのプロジェクトっていうので考えるともうほんとどんな人でもかっこいいなと思える人とコラボしていくことがやっぱりいいんじゃないっていうのがあったので、はい、なのでやっぱ一番最初にフィーチャリングをお願いしてあのやってくれて本当に良かったなと思いますしフランス語のラップってかっこいいみたいな。かっこいいですよね。はい 多分あまりこう聞き慣れてないっていう,う、ねはい、バックグラウンドもあるんですけど、はい、と思いますね。で、は、も、い、すごいかっこいいっていう、はい。なんかフランス人の友達に言わせるとやっぱあいやめっちゃいいこと言ってるよって言ってくれたので、えー、あ,あそうなんだと思って。うん、はい。いやあのめっちゃエリリックありがとうバンシールって感じ。<laughs> はい、そして、えー、8曲目サテライトラバースはい。こちらなんかソウルフルな、はい、かつソフトな歌声と言いますか。はいはい クールな印象もありますけどもこの楽曲はどういった楽曲でしょうか、はい、これは遠距離じないですかねサテライトサテライトで、はい、えとなのでまあ本当時差だったり、うん、まあ本当離れた場所に住んでる人たちの愛というか、うん、を歌いたいなっていう感じで作ったかなですトラック的にはだからそういうなうんですかちょっと宇宙っぽいというか うんうん、なんか軸感をこうインターステラまでいかないですけど、はい、なんかちょっとつ太陽と月が入り乱れてるというかなんかそういうサウンド感かつちょっと激しさもありつつ静けさもありつつっていうコントラストを作りたいなと思ったのでな,るほどなのでうんうまく表現できてるんじゃないかなとはちょっと思いますけどそして9曲目「ピッキン」。はい 根浅さんの創夫うううなボーカルとか、はい、まあ堪能できる楽曲ですけども、はい、これはうんとまあライブでなんかこうちょっとより踊れる曲があるといいよねって思って、うん、でなんかどんなのがいいんだろうって思ったら、まあ、ちょっとテンポ早かったりとかその四つ打ちっつってこうドン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 ってこう4回キックが乗る、あのー、曲がやっぱみんな踊りやすいって思われてるっていうか、まあ、踊りやすいんですよね、うん、きっと。うん でライブではやってたんですけどリリースはしてない曲だったんですね。はい、なんだけどまあ、今回アルバムを出すってことで、まあ、満を持して、うんえー、まあちゃんとした一曲にしてみようってことでやってみました結構そのライブでやってる時の音と、はい、まあ今回新しく新録するっていうところで、はい、なんかアレンジが変わったところとかってあ,っあると思いますこのピッキンンははい、ライブバージョンは2番は、えっと。 ライブ来てくださってる人は気づいてると思うんですけどあのルーサーバンドロスの「ネバー・トゥー・マッチ」って曲があるんですけど、はい、それをなんかこうリミックスっぽいような感じで無理やり無理やりでもないけど、まあ、ちゃんといい感じにハマってると思うんですけど <laughs> その2番をそういうのを入れるっていうのがーななんか R&B とかソウルのアーティストって結構そのモチーフとなってる、まあ、その曲をモチーフとしたわけじゃないですけどなんかいろんな曲をそのマッシュアップするっていうのって。 結構あると思うでそれをライブではやってたんですけど、はい、でもこの「新録する」っていうのではちゃんと2番の歌詞を作ってああなるほどやってたのでなのであのライブで逆に聴いてくださってる人たちはあ音源だとこういうふうなことが言いたかったんだっていうのを改めてあの感じ取ってもらえると嬉しいなと思います。えー、そして、えー、10曲目「ワークソングフィーチャリングマイク・ラリー・ドロー」はい。じゃあんか根呂さんのクールな地声、はい、のラップも。はい 入っておりますけれどこんかうんラ,ラップというかなんかだらだらした淡々としたやつを歌いたいなと思ったんですよね、えー、でなんか改めて歌ってレコーディングしてたらあのエンジニアの安二千っていう方とずっと一緒にこのアルバムを作り上げてるんですけど、はい、あと気分屋にも言われたんですけどなんか「スヌープみたいだね」みたいな感じうちょっとなんかレイドバックしてなんか緩いラップっていうかみたいなものを 自分としてはそんな意識してないんですけど、はい、なんかあまあ結果としてそうなったっていうかうで内容としてはもう本当にやっぱなんだろう働かないと飯食えないよねだから働こうみたいなっていうのをんかやんわりこうちょっと。 背中を押すみたいな、<laughs> そのテンションで。<laughs> そのテンションで <laughs>、いや、俺もわかるよみたいな。もうね、やっぱ今日ちょっと朝帰りだし。<laughs> なんかもうちょっと寝たい、寝る、ね、気持ちいいけど、まあ、ちょっと頑張って起きて仕事行こうみたいな。っていうようなことを。あの。まあ、いつもなんか、なんか。元気よく行くぜみたいので、あ、まあ、わかりやすいじゃないですか。はい、そうじゃなくて、まあ、こう、そういう緩いチルな。 <laughs> 感じで、う曲があってもいいんじゃないかなみたいな。そうですね。応援するだけじゃなくて、寄り添う感じそうですね。はい。うん、みたいいやわかるよみたいなね。なんかあのね、本当そういう感じの曲にしたいなと思って。はい。で、まあ今そのマイクラリードローはえっとマイクリソロにも参加してくれたんですけど、はい、こっちの曲もまあちょっと別のラッパーいても面白いかなと思って、うん、でマイクにもカクカクコーデみたいな。まあそれまでの。 えとサビだったりとか、はい、エメロがある状態で送ったら彼は彼でなんか彼がそのオフィスワーカーっていうかあのサラリーマンっていう設定で <laughs> なんか「いや今これ急な仕事頼まれたんだけどなんかアドコーデ」みたいなっていうのの目線で彼は作ってくれたので、えー、なんかそういうあのいろんな働くあの状況というか人たちのなんかちょっと目線というかの代弁代弁までいかないけど歌ってて。 だけどまあちょっと頑張って働こうよ。ね <laughs> みたいな,なんかそういう感じに仕上、はい、がったといいなと思ってます、ね、なるほど,なるほど、はい、でサウンド面でも今までの曲ともまたちょっと違うアプローチをしててうもうちょっとなんか、うん、砕けたヒップホップっていうかまあちょっとんだろうな新しいサウンドのヒップホップにもしたいんだけどなんか今までやった根無しのサウンドともちょっと違う感じにしたいなっていうふうにしてな,なのでこの曲はよりヒップホップ 目が強いのかなと自分的には思います。うん、はい。そして十一曲目サニー。はい、はい。こちらなんかファルセットは印象的な。そうですね。楽曲ですけども。ね、はい、うん。これどのようなことをイメージされて。これはもう本当一番最後に、あの収録した曲なんですけど、はい、もうもともと十曲でもいいかなとか思ってたんですけど、うんうん、なんか。明るい曲で終わりたいなって思って。はい。 でまたそこからまあアルバムで聴いてくださる人ってどこまで今いるか分かんないですけどその11曲目が終わってまた1曲目まで戻ってくれるといいなっていう思いも込めてなんかちょっとなんかいい空気感で終わりたいなと思ってでこれもどんなんだったっけな,なんか曲の方が先にできてて鳥のさえずり声とかちょっと,ちょっとあの何て言うんですか SE で入れたりとかしてたんですけどそういうのはなんかこう。 明るいというか何て言うんですかねそういうのってまあなんか新しい朝が来たみたいなっていう感じにし,しつつ、うん、でも、えー、歌詞のテーマとしては「サビはあの週末来た」みたいな <laughs> いやその中から10曲目のワークソングからなんか働く「働くは、まあ、ちょっとが頑張っていこうよね大変だけどね」うん、っていうのから10曲目はなんか「やった週末来た」みたいな「うちらの時間だ」みたいなふうにして。はい また1曲目に戻ってくれたみたい,な <laughs> いいです、ね、週末週末感があってそう,、ねはい、そうなんかそれでこう何かさっき言ってたその寄り添う頑張ろうよじゃなくていやもう終わったぜ行こうぜみたいなっていう感じにしたいなっていうあそしてあの限定版,限定版こちらに付属されてるディスク2ではですね、はいはい、プリンスファレル・ウィリアムスシャーデーエド・シーランボビー・コールドなどのカバーがはい 収録されておりますけれども、はい、これもなんかニューソウルと言いますか、そうですね。やっぱり確かにアーティストとして影響を受けたっいう楽曲になるんですか、ねはい、が多いと思いますね。うん、やっぱりプリンス大好きですし、ファレルも大好きですし、シャーデンも大好きですし、なのでなんかそ、うん、こら辺の曲をまあ家で作り直してカバーしてみてっていうのをちょっとなんかアットホームな感じの。 ディスクにしたいなと思ってよりなので、まあ、カバー曲なんだけどよりパーソナルなカバー曲というか、はい、作り込みすぎないっていう言い方もなんか正しいか分かんないですけどよりリラックスした感じの、はい、ディスク2をまあねなしのなんうんですかね違う側面というかを見せられたらいいなっていうふうに思ってて。まあ、SNS とかでも アットザクリブっていう感じで家でちょっと動画撮って演奏してあ演奏したのを動画撮ってみたいなのや,っててやってるんですけど、はい、なんかそこにもうまくなんかこうあそれが一曲だとこういうふうになるんだねっていうような,うん,なんかそ,のそれが垣間見れるといいかなっていうふうに、ん、はい今回のアルバム「ねなさんのファースト」として、はい、出されたわけですけども、はい、どういった方にこう届きたい届いてほしいなっていう。 いとかかっていやーもう本当に何ですか人種問わず、うん、あの年齢層問わず性別問わずもういろんな人に聴いてほしいですし、まあ、英語でやっぱり歌ってるっていうのもあるのでなんか、えー、海外の人にもたくさん聴いてほしいですし、うん、でもサウンド面ではなんか新しいサウンドにできたらいいなと思ってるのでそういうものが好きな。 人にも届いて欲しいてししですしうんなのでもう誰って特定するのはちょっと難しいですけどでもうーんなんだろうまあ僕はこういう性格なのでなんかこういろんなものを取り込んで新しいものにしてなんかいろんな人と分け隔てなくなんか接せれたいなと思ってるんでなんか一人でもそういう人が増えたら。 嬉しし、いななと思うしなんかまあ海外にちょっと行ってみたいなっていう風な思ってる人がいたらそれも行ってほしいですし、うん、うんかなあなのでもうほんと全人中行ってったらちょっと <laughs> <laughs> ちょっとなんかあの安易ですけどでもそのくらいのつもりで歌詞は歌詞もまあサウンドもそうですけど作ってるんでうん、うん、なのでもうほんといろんな人に聴いてほしいですね。 たくさんお話を伺ってまいりましたけれども、はい、そうするとお時間ということでございまして、はい、最後にですね、こちらのカメラに向かってですね、はい、まあちょっと今と重複しちゃう形になるかもしれないですけども、視聴者の方にちょっと、はい、ちょっとしたメッセージをはい、はい、お願いします。皆さん、はじめまして、ねなしと言います。えー、今回2024年の4月の24日に、ファーストアルバムファウンドイン東京をリリースしました。 ええー、本当いろんな人に聞いていただきたいなと思ってますのでぜひアルバムチェックしていただけたらと思いますよろしくお願いします根梨でした本日のゲストは根梨さんでしたありがとうございましたありがとうございました <music> アトスインターナショナルのギターレッスン映像見放題サービスが YouTube メンバーシップでスタートブルースアドリブソロ 音楽理論機材セッティングなど楽器教則 DVD で人気の映像が月額1,190円で見放題アドリブスケール音楽理論までギターの全てが分かりますアトスギターレッスン YouTube メンバーシップでお楽しみください